はい、ということでアイリーズの皆様お帰りなさい。今日先ほどザタイムの TBS の方なんですけども、特別映像がアルバムの深掘りをした特別映像で出ましたので、こちらを見ていきたいと思っております。なんかこの日同じ衣装でめちゃくちゃ撮影したんだなっていうのもわかると思うんですけど、 Spotify もそうだし、この日めっちゃ多分1年分ぐらい2年分ぐらい喋ったと思うメンバーと思うんですけど、見ていこうかなと思います。再生ザタイムをご覧の皆さん、おはようございます。ナンバーです。一瞬で撮った。今年1月にデビューしたナンバーアイが、なんでこの AI のナレーションなんだよアナウンサーに読んでもらえたんだけどあとロッキンの方配信もあったし、昨日の今日でワイヤードもすごかったし、改めてまたヒップホップのフェスもっとガンガン出てほしいですね。フルアルバムナンバーワンをリリース。ナンバーアイのナンバーアイのこのキャラクターを作ってくれてみたいで、面からで可愛いですよね、このアヒルさん。平野翔さん、神宮寺裕太さん、岸優太さんにザ・タイムがインタビュー。可愛く、ありがとうございます。今日すごいデコレこれ右上に書いて、左上に書いてますけど、 AI って書いてますね。 AI で、いやどうなんですかね、もうなんか人に読んでもらうと手間かかるから AI に読ませる時代になったのかなまあいいけどね。かわいい。今日すごいデコレーションが。かわいいですね。ズマエナガちゃん、今日はズマエナガです。ズマエナガ、ズマエナガ、これちょっと販売したら売れるんじゃないか。これはかわいい。稲妻にかけまして、ありがとうございます。翔くん、こういうかわいい系の好きそう。わかんない、岸くん結構冷めてるけど好きかな。めちゃめちゃかわいいです、うん、めちゃくちゃかわいい。キャラボン好きなの岸くんじゃない、翔くんのイメージだけど、どうなんだろう。そういうのってあるの、前世でもある、キャラクター好きとか。アニメは好きだよね、翔くんね。インダイでなんかアニメのお話してたのは翔くんだけだけど、ナルトとか好きって言ってたし、ドラゴンボールも好きって言ってたよね。こんな図書面に持ってきていいのかってぐらいロゴは、うん、今年1月1日ゴートでデビューした3人、勢いマジすごすぎ。ボンや稲妻など立て続けにヒットを飛ばしました。ヒットを飛ばしましたね、はい、ありがとう AI さん。3、4ヶ月かけて作り上げたフルアルバムナンバーワン。てかこのフルアルバムまでのさ、スピード感、10ヶ月足らずでミニアルバム、シングル、ミニアルバム、フルアルバム、流れめちゃくちゃいい感じだよね。ちょっと一回休憩入れたいんじゃないかと思うんだけど、それぐらい忙しかったから今年。いいね、この紅白はゴートですね。それまでね、こうリリースするまでいろんな準備期間があって、うん、やっと完成してやっとリリースされるっていうのは嬉しいですね。嬉しいですね。どんなアルバムになったか聞いてみると、どんなアルバムになったかどうなんでしょうか。結構まあいろいろ入ってるからね、いろんなジャンルね。こう本当いろんなものが戻り出す、ソロもあるし、うん、詰め込まれているアルバムになってて、今回やっぱこの日めちゃくちゃ3人オビジュしててめっちゃいいですね。肌綺麗だよね、ツヤツヤ。3人ツヤ感がやばいです。いつもツヤ感といえば神宮ちゃんだけど、3人肌のツヤが自然とこう、翔くんとか毛穴なくないっていうツヤツヤ、毛穴、鼻とかもうツヤツヤ、統一感も出ましたし、こうおのおのがプロデュースしてる楽曲ばかりなので、その曲もあります。感じてるそのメッセージ性だったり、そういうものも伝わってきます、うん、メッセージ性もそうだし、だってボンとね、次の岸くんのリード曲も楽しみだよね。翔くんのボンと、ジンくんの稲妻と、3人のゴートと。ね、次どうなんだろう。またフルアルバム出すときにはもう完全全員それぞれがプロデュースしたタイトル曲が、リード曲が入っててみたいな。今回ソロ曲ってのが大きかったですね、やっぱりね。うん。すごく聴いてて、深掘りすればするほど面白いアルバムになってんじゃないかなと。うん、何週もね。なんか、あと思うけど、ストリーミング最近、キンプリとか解禁し始めたじゃないですか。あの前の事務所の、やっぱこのナンバーアイがストリーミングかなり力入れてるって結構意識してるんじゃないかなって思ってるんです。前の事務所もやべえってなったんじゃないかと思って、ナンバーアイのストリーミングのあれを見て、 YouTube とかもすごいじゃない、全部出しちゃってるじゃない YouTube で楽曲。あの今世界的なそのストリーミング時代の流れにちゃんとナンバーアイが乗ってるのを見て、ちょっと焦って、 BE:FIRST もそうですけど、 JO1INI そこら辺ちょっとね、旧事務所も意識せざるを得ない時代になったのかなと思って、いい意味で時代を先行してるの素晴らしいね、ナンバーアイ。つい口ずさんでしまうような楽曲が詰め込まれているナンバーワン、やみつきになるように狙ったところは、AI 面白いんだけど、
リフレインしてますからね。そうだね、うん、離れないよね、頭から、うん、あとギターのリフが常になってる。まああと昨日のライヤード、昨日だよね。で結構なんかいろいろ言ってる方いたみたいなんだけど、なんか一周回ってすごく稲妻やみつきになりますみたいな言ってる方もいらっしゃって、うん、あの初見の方ですよ、もうヒップホップラップの界隈の方が言ってくださってて、お客さんの中で、まあ、もちろん当初なんかいろいろね稲妻ズマズマ言われてたかもしれないけど、逆にそれが一周帰ってやみつきになってくださってるっていうのも戦略かなと思って、うん、本人たちもズマズマのところは結構ネタっぽくなんか面白くやろうみたいな、なんかお話も聞いたことあるけど、うん、ズマズマのところはまあズマズマさせようっていう感じだったみたいですね、意図はね、制作ってか3人の意図的に、うん、まあもう本当頭から離れないギターのリフしてますね、確かに、うんうん、私もいろいろと拝見して、もうあの SNS でいろいろ拝見しますよね、多分見たやつはあのズマズマだったんじゃないかな、インプレッションすごかったですよ元キンプリの3人がズマズマ言ってるってやつね、うん、なんかディスリーなのか持ち上げなのかよくわかんないツイートがすっごい再生されてましたけど、皆さんのそのソングが耳に残っちゃって、ソングが私の SNS もスクロールするたびに皆さんがずっと出てくる、沼ですね、ずっと出てくる、ナンバーアイの沼ですね、多分あれインスタとか YouTube ショートとかでむっちゃ出てくるよ、一回見ると出てきちゃうからね、沼ですね。アナウンサーさんおめでとうございます、アイリーズへようこそ、お邪魔してます、メンズアイリーズようこそ、フィルターバブルならぬナンバーアイバブル、いやいやいや、ありがとうございます、なるなる、アルバムのリードもっとねショート動画上げてくれてもいいと思うよ、なんかねカバーとかやってもいいと思う、翔くんヒップホップのダンスのカバーとか、うん、めっちゃバズると思う、なんか世界の方に見ていただくのやっぱあのダンスカバーとかだから、流行りの曲アメリカの曲とかでもいいし、翔くんがカバーするとかっていうのもちょっとガンガンやってっていいと思いますね、まあ、やらなくても大丈夫なんだけど売れてるから。稲妻は公開2日で1000万回再生を超えるなどかなりの反響があったそう、まあね、これ実際に回ったんだけど、何がすごい YouTube ライブをした後にすんごい数回って、おそらく広告再生も入れたのかなっては一瞬思ったけど、まあ、結構みんな回してくれたよね、たくさんの方が、そうだね、歌ってくれたり、うん、あれ嬉しい、カメラマンとかアナウンサーの方とか ね、めっちゃ面白いよね、うん、そうだね、考察動画本当に合ってるものもあれば考察動画、これ私 YouTuber 界隈の動画、岸くん見てるらしいんだよね、やばいよね、翔くんも見てるの、えマジって感じ、解釈ですごい方向性に行ったりとか、うん、誰だそれ、そういうのも含めて嬉しいですね、うん、まあ長いみんなやってるから、ね、そこで、ね、ザ・タイムがスタッフ総出で稲妻の考察を作成、海外の方もねリアクション動画してるし、確認してもらうことに、スタッフ考察を作成だって、3ページやから3ページめちゃくちゃ3ページ、嬉しいね、 TBS のアナがこんなやってくれたのね、考察、まずは冒頭のここね、すごい台湾の方も喜んでたよ、シーン空に光る稲妻と前作、うん、ボンのラストに出てくる稲妻、はいはいはい、その関係はストーリー性は一番最後に出てきたよね、稲妻ね、あります、ボンでこれは確かに、お正解、3人のね芝居おじさんたちが、3人が向かってく先が、うん、紙芝居おじさんの世界観みたいな感じで、うん、そう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 、なんて取り交わす雷、そうなんす、雷のおじさん、そうなんですよ、ボンの終わりでこう自転車に乗って走っていくんですけど、その先それ最後シュールで面白かったよね、ボンはボンで MV がほんとちょっと振り幅すごくて、笑いあり感動ありっていうか昭和コンセプト似合いすぎてて、雷が曇ってて雷が落ちてる、ドリフの方もね、はい、ドリフ本人も喜んでくれてましたよ、その世界観に行くっていう感じで、うん、繋がってますね、なんか最後雷ゴロゴロってなってて、なんかすごいダークな感じして、次どうなるんだろうと思ったら稲妻ってことだったなと思って、次の次回の曲の伏線張ってたのかなと思うんだけど、なかったですよね、稲妻はね、もしかしたら隠れてるかも、その世界観にまだ考えてないかもしれないよね、岸くんリード曲はね、うん、感じです、繋がってますね、続いてはこのシーン、メンバーの声ではないかと話題になっていますが、これ翔くんじゃなかったっけ、言ってます、ね、僕たちの声です、翔さんだよね、3人入ってるよね、確かに、うん、KO ゲームオーバー、ゲームオーバーって、うん、KO ゲームオーバー、そうだね、うんうん、3人の入ってんだね、いい声してるよね、ここで他で言っていない声優できそう、秘密を聞いてみると、初出しだって、タトゥーにやっぱ注目してほしい、タトゥー変わってるの、若干変わってるんです、知らなかったそれは、タトゥーが
3つあって、あ、ライフポイント言ってなかったっけ、はい、それこれ実はライフポイントなんで、それは言ってたよね。最初3つ黒く塗られてるんですけど、一番最初に殴られてライフポイントね、あれ1回ライフが減って、どんどんライフが減ってた気がする。インナイで言ってたよね、ライブで、 YouTube でも、うん、うんうんうん、ああゲーム終わった、負けたと思って自分のここ見たらまだタトゥーが入ってて、うん、そうそうそう、ゲー、ああなるほどね、あ言ってた、そういう気がするよ。撮影のタイミングがね、もうラスト1個ってことかな、もう1個だけね、うん、あれがライフポイント。細かいよね、 MV のセットとか小道具とかもそうですけど、あそこまでなかなかやらなくないって思って、普通さすがだよね、制作サイドの方もね、シンプさんでライフポイントしてるね。小玉さんのリアクションもまた見てみたいですね、コートのね。稲妻の歌詞にあるように一瞬で虜になったものを聞いてみると、ここのショット超かっこよかった、マジで肩出しの衣装で大優勝してたね、全員ね。一瞬で虜になったものを聞いてみると、翔さんマジで腕太くて、でも稲妻僕最初聞いた時似合うよね、ベスト最初に聞いた時ね、モンジョーさんですけどね、もうデビュー曲からもうメロディーはもう文章様にお任せだよね、本当に相性めっちゃいいと思う。何これ、ミックスロック、ミックスロックかけるヒップホップですね、うん、確かにめっちゃ耳残るし、俺は数ヶ月前取材していただいて、あ、よく撮れたか、それからおしまえながちゃんが気になってそう、透明になりたいの対象、しまえながちゃんだったらどうする透明になって会いたいのシマエナガちゃんだったかもしれない、かっこ笑、調べさせていただいた、やっぱ好きだよね、可愛い系のキャラね、そしてめちゃくちゃ可愛くて、へえ。いやこういう反応するショウさん素敵すぎるよね、キュートだよね。北海道にしかいないですよね。あ、そうなんですか、そう、北海道にしかいない。でこのモフモフの時期は寒い時期しかなってないらしいの、うん、詳しい、夏とかは結構しょぼ、詳しい、めっちゃガチで調べてる時のショウさんこういう目するよね素敵です、してんすよね、目力すごい、この実物、うんうんうん、もらってください、キャラクター家に飾ってください。 生で見てちょっと怖いとかもなく、あ、生ではまだ見たことない、あ、その生の写真で見る本物の、全然本当にあ、ぬいぐるみって若干誇張されて可愛くされてることがあるじゃないですか、ワニのぬいぐるみ、クマのぬいぐるみとか、もうめちゃめちゃ可愛い、あ、そうもうこの年のお兄様たちがこういう壁をしてる方が可愛いです、はい、もう本当に可愛い。29歳の岸くんの質問も可愛いです、翔さんも可愛いです、はい、いやー嬉しいね、TBS もね、一瞬でトリコスターでした、一瞬でトリコスター、うまいです、うまいね、持っていき方がね、ビジュがやばいね、この時顔のライン、マジで顎のライン超綺麗。そしてアルバムタイトルナンバーワンにかけて誰にも負けないナンバーワンなことを聞いてみると、ナンバーワンなこと、みんなかっこいい、今日この布団の重さ、僕の布団すごい重たいやつ使ってて、うん、ウェイトブランケットって言って、なんかね、研究であって海外の重いブランケットとか、ね、かけて寝る方が眠りに入りやすいっていう研究データが出てて、睡眠のだからブランケットとか布団とか重いのにした方がいいらしいですね、睡眠入りやすくなるっていうデータが出てるみたいで、なんか大悟みたいな、結構薄いんですけど、それだけでも7キロぐらいある。多分さ、これブランケットで筋トレされてんじゃない、翔くんの腹筋とかが重いから布団なんですけど、でも最近物足んなくなってウェイトしてるね、夜中ね、寝ながら、ね、7キロ被ってる上にプラス9キロのブランケットをかけて寝てるんですよ。 16? でそうだから重くない、16キロ、あ、だから初耳だ、筋トレしてるわ、違うんですよ日頃のね、違う腹筋鍛えられるよね、めんどくせー、言わなきゃよかった、16キロ筋肉ネタ翔さんあんまり好きじゃないんだよね、言われるのはね、うん、なんかいつもチャームポイントだし強みなんだけど、いじられると嫌なんだよね、違う違う違う、重いじゃ重い、持ち上げてこう、じゃあ普通じゃ無理だよね、持ち上げてないってかかってるだけだから、負けないことは筋トレされちゃってるよね、違う違う違う、自然に筋肉ついちゃうもんだもんねブランケット重さだっつってんじゃんこれ、え、けど熱い時とか16キロやべえ、うざくない、なんか寝返り打てなそう、一つの動作だけどうなんだろう、確かに純粋な質問ね、あ、そうね、寝返りする時とかね、うん、うん、めっちゃうざい、うざいんだめっちゃやっぱ不便なとこあるよね、めちゃめちゃある、16キロ、寝起きとかもね、起き上がりづらいし、16キロ、まあでもおすすめです、なんか重力感じてるぐらいな感じだよね。
おすすめだって。うん、本当にあの研究通り重たい布団の方が睡眠入りやすいっていうそうなので、言ってデータ3日見たことあるんで、研究海外のデータすごいですね。まさかの16キロの重みを感じながら、重さを感じながらブランケットで寝ている翔さん、驚きでした以上、面白いなと思ったら高評価チャンネル登録お願いします。またね、バイバーイ。